皆さんこんにちは、声優の磯っちこと磯村智美です。ひくらじ構成担当のシモンこと橋本優希でございます。磯つべ4000人突破近く、うん、完全爆弾解除マニュアルキープトーキング&ノーボディエクスプロズズ慣れない慣れない、はい、爆弾解除が私磯っち、解説はシモン氏。はい、なんか前回ちょっとねモジュール3つあるっていうのになんか2つしかなくてうまくいかなかったんで、右上にある LED がついてるやつをモジュール、このマニュアルには、そうそう、なんか解除するとピコンってそこが青くなったん、うん、もう一個それがあるはずなんだよな。ないんだよな。ないわかんないけど裏見たけどなかったんだよな。なるほど。ちょっとリベンジ、はい、もう一回いきましょう。こないだと同じやつね。はいはい、お願いします。じゃあリトライ、うん、ロード中よし行くで。オッケー。今回はコードと、うん、この間のあのキーボードがあって、はいはいはい、うん、キーボードは、はい、キーボードオメガと6とオメガと6と E の上に点々2つは一緒なんだけど、うん、カタカナの T がちょっと斜めになってるみたいなのがある。 OK、 じゃあそれからいきましょう。はい、6押してください。はい、で E の上に点々押してください。はい、で T が斜めってるやつ押してください。はい、でオメガ押してください。はい、解除 OK。 じゃあコードいきますか。はい、ワイヤーは何本ですか。1,2,3,4,5,6 本です。6本。黄色いワイヤーあります。あります。黄色いワイヤー何本ありますか。3本。はい、赤いワイヤーあります。あります。あ、じゃあ前回と一緒だ。4本目のワイヤーを切る、上から3,4。はい、 OK、 解除。こっからだよね。うん、で、あ、うん、分かった、これだ、ボタン。うんうんうん、長押しって書いてある。長押し。うん、うん、なんかあの最後の解除ボタンみたいなやつがあるんだけど、はい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 、長押しって書いてある。これ長押しすればもう解除できるんじゃない。いや、そんなことある、そんなことあるか。ちょっと待ってよ、だってもうこれしか開いてるやつがないんだよ。でもね、そのボタンのマニュアルあるぞ、ここに。ちょっと待ってね。あ、本当、赤いやつで長押しって書いてあります。ちょっと待ってくださいね、試すべき手順に。ボタンが青くかつ、あ、違う、これ青くないもんね。ボタンが赤。爆弾にバッテリーが1本よりも多くついていて、かつボタンに起爆、起爆じゃないもんね、長押し。じゃあこれも違う、これも違う。ちょっと待って、バッテリーはね1個だな。バッテリー1個、ボタンが赤くてかつ長押しと書かれている場合、ボタンを押してすぐ離す。いくよ。うん、あ、オッケー、解除できた。オッケー。あれか、じゃああのボタンがモジュールってことだったのか、うん、あれって私全部やってからポンと押すのかと思ってた。最後のスイッチかなと思ったってこと。そう、最後のスイッチだと思ってた。なるほどなるほど。じゃあこれで解除できました。できました。オッケー、やったー。あ、結構余裕だね。じゃあ続けて次に行ってみますか。これは行きましょう、行きましょう。モジュールがないっていうことはなかったってことですね。いや、さすがにそれは。じゃあ2の1。はい、2の1。古いもの新しいもの、どういうこと。ん、何ですか。見慣れた爆弾がこうも安心するとは誰が思っただろう。最も安心できるのは半分のみだが、どういうこと。ん、5分で3モジュール3ミスです。はい、スタート。おい、何あります。あ、まだロード中。ああお、来た。おい、私の24が行きますよ。はい、ね、またね、うん、キーボードと、はいはいはい、なんかよくわからんやつがあるな。なんか 1,2,3,4,5,6 6×6 の点々があるやつで、三角とか丸とかがついてるやつがあるんですけ ど、 なるほど。キーボードからいきましょうか。じゃあキーボードからいきましょう。キーボードは風船みたいなマークと、はい、A の中に T が入ってるやつと、はい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 、
なんか N の両端がウニュウニュってなってるやつと、うん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 、入るっていう文字にちょいってなんかはい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 、OK です。ついてる感じ。じゃあ、今の今から言う順番に押してください。風船、はい、はい、で A に中に T、はい、で入るにチョン、はい、で N のニュルってしたやつ。 OK OK。 じゃあさっきの 6×6 マスいきますか。はい、どっかにあったなマニュアルが。ちょっと待ってね、うん、これなんだろう。 6×6 丸印が一致する迷路を見つける。なんかね丸が2つあるんだよね、はいはいはい、その丸が、左から何番上から何番みたいな感じでどこにあるか教えてもらってもいいですか。右から2行目の一番上、はいはいはい、と、うん、右から 1,2,3,4 行目の下から2段目、うん、OK。 それでなんだ、上下左右のボタンを操作し白い点を赤い三角形まで導く。ほうほう。白い点はどこにあるんですか。あ、あるあるある。白い点どこ？2つ、その右から4つ目、右から4つ目、下から2つ目の緑の丸の上にあります。うん、なるほど。白い点が。でそこで、うん、赤い三角形はどこにありますか？あ、あるある、あのね、そのもう一個の緑の丸の下の下にある。うんうん、下の下。じゃあ今から言う順番に、うん、左右上下のボタンを押してもらっていいですか？はいはい。まず右。右、はい、次上、上、次上、上、次右、右、次上、上、次右、右、次下、下、次も下、下で左。お、オッケー、オッケー。これであとはボタンだな。うんうん。あ、またボタンがある。うん、押すって書いてある。押すって書いてある、赤いボタン。 OK、 ちょっと待ってね。押すって書いて赤いボタンで、バッテリーは2つ。うん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 。乾電池みたいのが2つです。 FRK という点灯したインジケーターがありますか？ FRK？ FRQ ですね。 FRQ、 あ、なるほど、うん、ってことはボタン、あ、赤くて押すだっけ。うん、ボタンを、ちょっと待ってね、ボタンを押したままでボタンを離すタイミングを参照する。ちょっと待ってくださいね。ボタンを押してる間、モジュールの右側が光るそうなんで、一旦ボタンずっと押して離さないようにして押してもらっていいですか？ちょっと待って、ボタンを押してそのままで、モジュールの右側が光ってると思うんですけど、あ、光ってる。 何色ですか？黄色です。黄色の場合はカウントダウンタイマーに5が表示されてるときに話すだそうです。ほう。6。あ、あ、行っちゃった。4、3、2、1、0。え、ダメだ。なになになに。白、白、白。白？白が出てきた。白が出てきた。うん。モジュールの右側が白く光った。うん、今話したのミスったってこと？うん。じゃあもう一回押してもらって、カウントダウンタイマーに1が表示されてるときに押す、話す。赤になりました。もう一回押してもらって、カウントダウンタイマーに1が表示されてるときに話す。1。あ、ダメだ、爆発した。なんでだ。ちょっと待って、なんで、なんだ、なんだろう、なんだろう、なんで、なんだろう、わからん。あ、爆発要因ボタンって書いてあって、そりゃそうだろうっていう。あ、そう、その要因は教えてくれるんだね。なるほど。でも残り時間が 1.72s って書いてあるんですよ、うん、はい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 。だから1が表示されてる時に話したよね。表示されてる時に話したはずなんだけど、なんでダメなんだろう。なんだと？わからん。もう一回行きますか。行きますか。リトライ。おい。なんだったんだろうこれ。
何が間違ってたんだろう。なんか条件が複雑だな。でしかもね、そっちは画面見てないからどうなってんのか全然わかんない。じゃあいきますよ。はいはいはい。なんか数字が4つあって、数字が4つあって、でなんかあのモニターに1って書いてあるやつがあります。はい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 。であとはコードです。じゃあ先にコードからいきますか。はい。何本ですかワイヤー。1,2,3,4,5,6 本です。6本。黄色いワイヤーありますか。あります。何本ありますか。3本あります。はい。赤いワイヤーありますか。ないです。最後のワイヤーを切る、一番下かな。ほい。 OK OK。 じゃあさっきの数字のやついきますか。はい。ステージ、なんだ、正しいボタンを押すと次のステージへ進む、誤ったボタンを押すとステージ1に戻される。なるほど。ボタンの位置は左から数えてください、だそうです。2143です。はい。上のディスプレイ何が書かれてますか。 1です。1、左から2番目のボタンを押す。ほい。はい。次ディスプレイがどうなりました。2431、あ、違う、はい、ディスプレイは3。ディスプレイが3。1番目のボタンを押す、左から。左から1番目。はいはい。次ディスプレイどうなりました。 2。ステージで1た、ステージ1で押したのと同じラベルのボタンを押す。なんだ同じラベル。え、左から2番目ってなんだっけ。それがもう覚えてないわ。え、なんだそれ、覚えてなきゃいけないのか。なんだよ、なんだろう。え、左から2番目2だっけ。全然覚えてない。あ、ダメだ、2じゃない。あ、じゃあ一番最初に戻った、ちょっと記憶しながらいきましょう。はい。ディスプレイは1。2番目のボタンを押す。4。ステージ1で押したのと同じ位置のボタンを押す。あ、次3になりました。3になりました。3になりました。はい、はい。あ、今4を押したってことね。4を押したって。 OKOK。 ディスプレイが3の場合は1番目のボタンを押す。4を押します。じゃあ、はい、44ってきたね。はいはい。でディスプレイは1。ステージ2で押したのと同じラベルのボタンを押す。4だね。うん。はい。次はディスプレイは3。ディスプレイ3のステージ2で押したのと同じ位置のボタンを押す。え、同じ位置。左、ステージ 1？ うん、ステージ2。あ、じゃあ一番左かな。かな。OK OK OK。最後ディスプレイは1。ステージ1で押したのと同じラベルのボタンを押す。4だね。4だ。 OK OK OK。 で、あとはボタンだ。青いボタンで押すって書いてある。青いボタンで押す、うん、青いボタンで、これじゃない、電池は1個だな。待ってね、青いボタン、あ、ボタンを離すタイミングパターンですね。はい、ボタンを押して、うん、モジュールの右側が何色に光ったかによってタイミングをお知らせします。じゃあ押します。はい、青です。カウントダウンタイマーに4が表示されてる時に離す。お、8,7,6,5,4。 はい、できた。 OK。 あと、あれ、何個あと。終わった。あ、終わりですか。よかった。あ、なんでさっきダメだったんだろうね。それは分かんないね。どういう、なんかそもそもあれかな。僕の条件がミスってるのかな、もしかしたら。どうだろう。分からん。なんかね、1回目は、腑に落ちませんが、うん。そうだね、なんだろう。でも答え合わせのこう、2人の条件をね、噛み合わせたらこうだったのかってなってるかもしれない。確かに、後で見ましょう。レイトンみたいに、謎解明。別のゲームを出してきちゃう。ということで今回はここまでです。ではまた次回。またね。